はい、健康生活チャンネルのエビハラタカイロです。今回はですね、ダチョウクラブ上島竜兵さんの死から学ぶ自殺を防ぐ5つの原因と対策についてお伝えしたいと思います。今回の話はですね、あなたやあなたの家族に関係する重要な話になります。もしあなたがですね、今思い浮かべていただきたいんですが、あなたにとって大切な人をですね、考えてもらいたいんですね。で、それを数えてもらいたいんですよ。その時にあなたの大切な方が5人以上いらっしゃる方は、必ず最後まで今回の動画ご覧になってください。これはですね、一生知っておくべき重要な知識なんですね。で、あなたはですね、今回のこの上島竜兵さんのニュースをご覧になったでしょうか。5月11日の朝ですね、お笑い芸人ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんが自宅で首を吊っているところを家族に発見されて、そのままお亡くなりになったという、痛々しいニュースが飛び込んできたんですね。これね、びっくりしましたね。朝その7時8時に近いぐらいかなの時にニュースが入ってきて、私は知らなかったのでですね、もうニュース見た瞬間にもうびっくりして、本当かなというふうに思っちゃいましたね。で、その後もいろいろ調べてですね、本当だということが分かるとですね、もう鳥肌立ちましたね。もうこんな大御所の方がですね、自殺するのかと。しかもそのドラマとか最近めちゃくちゃ出ていてね、とてもご活躍されていましたので、それで急に自殺するのかと思ってですね、とてもびっくりしました。ダチョウ倶楽部のね、3人の掛け合いというのは非常に面白いもので、私がもう小さい頃からされていますので、もう今後ねそれが見れないというのはかなり悲しいですし、この上島竜兵さんもね、とても面白い方ですので、とても悲しいニュースでしたね。で、まだですね、これが本当にですね、自殺なのかはっきりしていませんし、なぜ上島さんがこういった行動に出てしまったのかという原因についても特定されてはいないんですよ。ですが、自宅という環境ですので、おそらく自殺だろうというふうに考えています。ただですね、この自殺をする方の心理状態ってかなり追い詰められた状態で、普通の精神状態では自殺というのはまず無理なんですよね。自殺というのはものすごい恐怖がありますので、この恐怖というのは乗り越えることが普通の精神状態ではできないんですよね。ですが、その恐怖、その一線をですね、越えさせてしまう状態、自殺の大きな原因がですね、一つあって、それはうつ病なんですよね。うつ病はですね、診断名の一つですので、病院を受診しないとつけられることがないものなんですけども、実はですね、うつ病と診断されていなくても、それに近い状態、例えばうつ状態であるとか、うつ傾向と呼ばれる状態の方がかなり多いんです。ですから今回の事件もですね、このうつがベースとなっている可能性は非常に高いんじゃないかなというふうに思います。で、あなたはうつ病というのは心の弱い方がなってしまうものだと、とてもその稀な病気だと考えてはいないでしょうか。もしもそう考えているのであれば、それは大きな間違いだと言わなければなりません。令和3年度にですね、厚生労働省が行った意識調査というものがあって、去年ですよね、去年行った調査があって、この調査によると、なんとですね、5人に1人の方がこれまでに本気で自殺を考えたことがあるというふうに回答しているんです。5人に1人って結構多いなというふうに思いませんか。で、またですね、5人に1人が生涯のうちで心の病気にかかってしまうとも言われています。例えばですね、冒頭でお話ししましたが、あなたには5人以上の大切な方がいるんじゃないでしょうか。例えばパートナーの方であるとか、お子さんであるとか、ご両親とか、兄弟、おじいちゃんやおばあちゃん、友人とかですね、おそらくですね、5人では足りないほどあなたには大切な方がいらっしゃると思います。私もですね、普通に数えてみると10人以上はいますよね。で、そのうちのですね、5人に1人が私であれば、2人以上がこの自殺を考えてしまうとか、心の病気になってしまう、自殺を本気で考えてしまう、そう考えると非常に恐ろしいなというふうに思います。どうしてもですね、絶対に防ぎたいですよね。ですので、うつ病になったりですね、自殺を考えたりというのは稀なことではなくて、あなたにも深く関わりのある非常に恐ろしいことなんですね。
で、しかも厄介なのが軽症のうつ病であるとか隠れうつという分かりにくいうつ状態もあるんですよ。そしてですね、躁うつ病というものもあって、これは躁状態というですね、気分がめちゃくちゃ上がっている状態であるとか、うつのように気分がものすごく下がっている状態をスイッチする、切り替える状態なんですよね。ですから普段はですね、その機嫌がめちゃくちゃ良くて、とてもじゃないけれどもそのうつには見えないとめちゃくちゃ調子がいいとか、あるいはごく普段通りに感じているものなんですけども、急にうつ状態に入ってしまってものすごくマイナスなことを考えてしまって自殺に至るというケースもあるんですね。ですから今回のですね、上島竜兵さんの件もですね、もういろんなドラマに出て活躍されていましたので、これが普通のうつ状態だと、まあ、外出するのがまず難しいですから、なかなかこういったドラマとかで活躍するというのは難しいはずなんですよ。ですからもしかしたらそううつ状態なのかなとも私は思いました。まあ、このようにですね、さまざまなうつ病の状態というのがありますので注意が必要なんですね。で、研究上分かっているのは、ほとんどの自殺というのは冷静な自己決定の上の結論ではなく、つまりよく考えた結果ですね、もうどうしようもないからもう自殺するしかないというふうに決定したものではなくて、何らかの理由で精神的に追い詰められた末の衝動的な死であるということなんですね。ですからほとんどの自殺にですね、このうつ状態、うつ傾向が関係している可能性がありますので、とても重要なのはですね、このうつ病、うつ状態であることを自分と、そしてもしくはですね、周囲の方がいち早く気づいてあげることなんです。そしてこのうつ病をですね、できるだけ早く治すことがとても大切なことなんですね。で、うつ病というのは普段とは大きく違う精神状態ですので早く治したいところなんですが、今回はですね、このうつ病を改善するためにとても大切な5つの原因とその対策をお伝えしていきます。ですのでこれをご覧いただいてですね、その原因が分かって対策を行うことで、あなたやですね、あなたの周りの方、大切な方のうつ病を未然に防いだり改善することができますので、まあ、大切な方を救うためにもですね、ぜひ今回の知識というのは知っておいていただいて、そして対策を始めてもらいたいんですね。で、まずその原因の一つ目は疲労です。これはですね、疲れるということなんですけども、例えば仕事でね、めちゃくちゃ忙しい方とか今多いじゃないですか。もう帰りがね、その9時とか、普通仕事って5時で終わるのが普通だと思うんですが、まあそんなホワイト会社ばかりではないですからね。例えば9時に終わる仕事であるとか、11時に家に帰り着くような、まあ、こんな過酷な労働環境の方、あるいは、まあ、その仕事だけでもなくてもですね、例えば学校でめちゃくちゃ疲れるとか、部活でめちゃくちゃ疲れるという学生の方もいらっしゃるでしょうし、もう家庭の生活をしているだけでもね、育児で疲れるとか家事で疲れるという方もいらっしゃると思うんですよ。こういった疲労というのはかなりメンタルを、そのダメージを与えてしまいますので、一気にうつ病に近くなってしまいます。で、まあ、ですからその疲労というのは避けて、まあ、できるだけ休息をとっていただきたいんですが、だからといって家の中でね、ずっと寝ているというのは逆にそのうつ病を、ね、進行させてしまう危険性というのがあるんですよ。でそうではなくて、その疲労を取りたいときにはですね、積極的休息といって軽い運動を行うのがとてもいいですので、例えばウォーキングを行うなどして、ぜひこの疲労をですね、どんどん抜いていくことをお勧めしたいと思います。そして原因の2つ目はストレスです。ストレスもやっぱりそのうつ病のきっかけとしてはあなたも分かりやすいと思います。非常に大きいストレスがかかってしまうと、どんどん精神がですね、メンタルが追い込まれてしまってうつ病になる。そういったそのコースというのはなんとなく想像がつきますよね。ですからこのストレスというのはですね、まあ、できるだけそのストレスを受けないような環境にするのがベストなんですけども、例えば過酷な労働環境とか、とてもストレスのかかる労働環境であればですね、もういっそのことをあなたの健康のことを考えて転職するというのは、まあ、とても大切な決断ですし、例えば嫌な人間関係とかあればですね、それを解消できるように働きかける、まあ、これができればベストなんですよね。またですね、このストレスがなかなかね、その原因を立てないという方は、ストレス解消をしてもらう必要があるんですね。ただですね、ストレス解消すればまあいいんですけども、じゃあそのストレス解消法を何をするかというと、例えばですね、テレビを見るのが好きだからテレビを見るとか、スマホを見るのが好きな方とか、スマホでその最近ね、流行っている動画サービスを Netflix とか Hulu とか、こういったものを見るのが好きな方とか、買い物に行く方とか、ゲームをする方とかいらっしゃると思うんですよ。 DVD 見るとかね。しかし今私が挙げたこのストレス解消法、よくみんながやりがちなこのストレス解消法のすべては
間違ったストレス解消の方だということが研究の結果から分かっているんですね。ですからこのストレス解消法、あなたもやっているかもしれませんが、これはですね、実はストレスを解消するどころか逆に溜めてしまうものだということが分かっているんです。でもこれを聞いてですね、それってもしかして好みの問題じゃないのって思うかもしれません。私はね、ゲームが好きだからゲームをしてるとストレス解消できてるよなんて思う方もいらっしゃるでしょうし、お買い物をすることが大好きだから買い物をすることで私の気分は晴れやかになってストレスも解消できている、そう思い込んでいるかもしれません。しかしですね、これは研究の結果から分かったことですので、あなたのですね、個人的な感情とはまた別物なんですよね。それとは別にストレスを実際には溜め込んでしまっているという可能性もあるんです。ですから正しいストレス解消法を行ってもらいたいんですけども、まあそのですね、ストレス解消法の正しい方法もね、まあいくつかあるんですけども、8種類ぐらいあったんですけども、まあ、私が一番おすすめしているのはウォーキングなんですよね。ウォーキングというのは外をね、歩くことで自然を見ることでもストレスが解消できるということが研究の結果から分かっていますし、だから自然を見るだけでもいいんですよ。そして軽い運動もですね、ストレスを解消できるということが分かっていますので、軽い運動を行いながら自然を見るウォーキングというのはダブルの効果でストレスをものすごく解消してくれる、それも誰でも行えて誰でもストレスを解消できるとても素晴らしい方法なんですね。ですから先ほどお伝えしたような疲労も取ってくれるしストレスも解消できるウォーキングをぜひ取り入れてみてください。そして3つ目の原因は睡眠不足です。これもですね、やっぱり睡眠不足がたたってしまうとうつ病になってしまうことが分かっているんですね。実は睡眠の状態とうつ病というのは深い関連性があって、睡眠不足の状態がずっと続いてしまうとどん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 うつ傾向になって落ち込み気味になって、そしてうつ病になってしまうことが知られているんですね。そして逆にですね、うつ病の方は睡眠状態が非常に悪いということも知られています。これなぜかというとですね、うつ病というのはセロトニンというね、ホルモンが不足してしまうことでなってしまうことが分かっているんですけども、このセロトニンというのはですね、睡眠の質を上げるための重要なホルモン、メラトニンというものを増やすために役立っていますので、セロトニンが少ないとメラトニンも少なくなってしまい、つまり睡眠の質がめちゃくちゃ下がっちゃうんですよ。だからなかなか寝つけないとか、途中で起きてしまう、朝早く起きてしまう、深い睡眠が得られない、日中眠い、こういった状態を作ってしまうんですね。ですから、まあもちろんですね、睡眠時間がそもそも足りていない方は睡眠時間を伸ばしてもらう必要があるんですよ。7時間を目標にして睡眠時間を伸ばしてもらう必要があるんですけども、もし睡眠の質が低くてですね、なかなかいい睡眠を得られていない方は、このメラトニンをですね、まずたくさん出せるような体を作ってもらう必要があるんですね。で、そのために重要な対策が一つあって、それが早朝のウォーキングなんですね。またウォーキングかいと思うかもしれませんが、この早朝のウォーキングというのはうつ病にとても効果的な方法なんですよ。そしてセラトニンを、たくさん出して、そしてメラトニンもたくさん出せるとても素晴らしい方法なんですね。まあ、ですので疲労、そしてストレス、睡眠不足、この3つのですね、原因を解消していただきたいんですけども、そのためにとても大切なのはウォーキングがとても効果的な働きをしてくれますので、まあ、ぜひこれを取り入れていただきたいと思います。まあ、それ以外にもですね、疲労、ストレス、睡眠不足を解消できるようにあなたの生活習慣もね、見直してみてください。そして原因の4つ目ですが、4つ目は食事です。食事は非常に重要なんですね。というのもうつ病になる方はですね、この食事の質がですね、非常に悪いということが分かっています。というのもですね、このセロトニンをさっきご紹介したんですが、セロトニンが不足するとうつ病になってしまいます。しかしですね、このセロトニンを作り出すために栄養素が必要なんですよ。で、そのために必要なのはトリプトファンとビタミンなんですよね。これがないとこのセロトニンがうまく作り出すことができませんので、どんどんそのメラトニンじゃないセロトニンが不足してしまってうつ病になってしまうということになるんですね。ですから食事というのは非常に重要なんです。しかしですね、今悪い食事の方がとても多いですので、例えば食事はパンだけとか
あるいはですね、ご飯にふりかけだけとかお茶漬けだけとか、あるいはおかずを食べたとしてもお肉とご飯という方が非常に多いですし、カップラーメンとかコンビニ食品とかこういったものばかり食べている方非常に多いんですよね。でこういったものにはトリプトファンとビタミンというのが非常に少ないですから、このせいでセロトニンが不足してしまってうつ病になる方が今増えているんですよね。なので食事の質を上げるというのはとても大切なことです。でじゃあどうやって食事の質を上げればいいかというと、私のですね、別の動画で詳しくお伝えしているんですが、孫優しい食事というのがね、とても効果的にこのセロトニンを作り出すための栄養素を取ることができますので、まあ、ぜひこの孫優しい食事をですね行ってもらいたいですね。まあそうでなくても例えば野菜をたくさん食べるとか、海藻類とかお芋とかですね、まあ、この孫優しい食事がやっぱりいいんですけどね、こういった食材を取ってもらうといいですね。大豆製品とか、ごま、ナッツ類、わかめ、海藻類ですね、そして野菜、魚、キノコ類、芋類、こういったものを日頃から摂取してもらうととてもいい栄養バランスになりますので、まあね、なかなかその、今食事が悪いなと思っている方はこういった食材をですねプラスしてもらうことを考えてもらえればとりあえずいいと思います。基本ですね。でも詳しくはこの孫優しい食事の方をね、動画を調べてみてください。私が動画を出していますので、まあ、ぜひご覧になってみてください。そして、今のが4つ目ですが、5つ目ですね。5つ目の、原因は体の歪みです。これ意外に思うかもしれませんが、実はですね、研究の結果から猫背の方がですね、猫背の方って割とその視線が下向きになるんですけども、下向きになっているだけでもメンタルが低下するということが分かっているんですよ。でこのメンタルが低下していくと最終的にはうつ病につながってしまいますので、体の歪みがあるというのは非常にメンタルに悪いものなんですね。でしかもその体の歪みがあるということはですね、自分のそのイメージというか、自分が他人からどう評価されているか、この評価も下がってしまいますので、自信もなくなっちゃうし、そうすると人間関係がまた下手になっちゃうし、そして、それがストレスになってしまって、このストレスでまたうつ病になってしまうというその悪いループも作っちゃうんですよ。ですからこの知らない方が多いんですが、体の歪みというのは早めに解消しておくことが必要なんですね。まあ、ですからお子さんでもね、結構猫背の方が多いんですけども、今特にね、そのスマホを見る方が多いですから、下向きの方が多いんですよね。で反り腰の方も多いですので、反り腰は猫背を作ってしまってまた悪くしてしまいますから。で体が歪んでいると内臓のね、働きまで弱くなってしまって、ホルモンの働きが悪くなってしまってうつ病につながってしまうという可能性もありますから、特に女性はですね、女性ホルモンの乱れがうつに直結してしまいますので、ぜひこの体を整えるというのも、体の歪みをね、整えるというのも考えていただきたいと思います。ですのでこの5つの原因ですね、ぜひこれをあなたに当てはめてみて、私はどうかな、自分はどうかな、この原因がちゃんと解消されているか、この原因に当てはまっていないか、ぜひ考えてみてください。あと周りのね、大切な方もですね、この原因がね、ちゃんと解消されているかを考えてみていただきたいと思います。でこの5つはですね、このうつ病だけではなくて病気にもかなり関連しているんですよ。この疲労、ストレス、睡眠不足というのは、まあ、いろんな病気をですね、作ってしまう原因、きっかけとしてね、分かっていますし、食生活が悪いとですね、がんを作ったりとか、心臓とか脳を悪くしたりとか、病気を作ってしまうリスクが非常に跳ね上がることが分かっています。そして体の歪みもですね、いろんな病気の原因となってしまいますので、やっぱりこの5つの原因というのはですね、うつ病だけではなくて、あなたが健康的に今後生活するために絶対に達成しておいてほしい、解決しておいてほしい課題なんですね。まあ、ですので、ぜひこの5つの原因、あなたも考えてみて、今日からできる対策を始めましょう。ということで今回は、ダチョウ倶楽部上島竜兵さんの死から学ぶ自殺を防ぐ5つの原因と対策についてお伝えしました。で、うつ病や自殺を考えるということは、誰でも、あなたでも今後なってしまう、考えてしまう可能性のある非常に恐ろしいものなんですね。しかし、そうならないように行えることは、たくさんありますので、ぜひ今から対策をあなたの大切な方も一緒に始めましょう。で、私の別の動画ではですね、悪夢でわかるメンタル状態の診断方法とイメージリハーサル療法という動画であるとか、ストレスを最も解消できるウォーキングの方法について解説した動画、そしてメンタルを上げる食事のポイントについて解説した動画などもありますので、ぜひ次はですね、こちらの動画を下の説明欄のリンクからご覧になってください。
でもしですね、今回の動画が役に立ったなと思っていただいた方はですね、ぜひ高評価のボタンと、あとですね、コメントで、お知らせいただきたいと思います。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。